これから興和電機工業株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは会社のメイン業務を含めた自己紹介を簡単にお願いいたします。はい、興和電機工業は昭和12年創業の樹脂成形を目的として設立された会社です。でも最近は樹脂成形だけではなく広く電気製品の方の製造自宅も行っております。基本的には製造自宅がメイン、最近では製造自宅だけではなく開発から一貫してワンストップで製造まで行うというサービスも行っております。以上です。はい、ありがとうございます。今回の展示会での一押しのサービスと、そのサービスがどのような課題の解決に適しているか教えてください。はい、今回の展示会の一押しのサービスというのはですね、ここの幕に書いてございます受託製造、受託設計、この2点を推しております。このサービスの目的はですね、昨今ですね、お客様のリソース不足というのがかなり深刻な状況もございまして、お客様のサポートを行う、そういう体制で当社が取り組むということでございます。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、当社の特徴は、例えばプリント板とか板金加工とか、そういう個々の技術ではなく、そういうものをトータルでお客様に提案するというところが一番の特徴でございます。そういうところでお困りの皆様、取りまとめは興和電機が行いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上、興和電機工業株式会社の紹介でした。